ジョシュア・タイラー・ストゥーモントは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、ラハブラ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のカンザスシティ・ロイヤルズ所属。メディアによっては、ストーモントと表記されることもある。2015年の MLB ドラフト2巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグロイヤルズで、プロデビュー。 パイオニアリーグのルーキー級アイダホーホールズチュカーズでも、プレーし、2球団合計で18試合に登板して3勝1敗、1セーブ、防御率2.48、58奪三振を記録した。2016年は、A 級ウィルミントンブルーロックスと AA 級、ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、2球団合計で29試合に登板して4勝11敗、防御率4.23。 167奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2017年は A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレイし、2球団合計で26試合に登板して6勝12敗、防御率5.56、138奪三振を記録した。2018年は、 トリプル A 級オマハでプレーし、41試合に登板して2勝5敗1セーブ、防御率3.51、103奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年の開幕はトリプル A 級オマハで迎え、7月20日にメジャー初昇格を果たした。月日のクリーブランドインディアン戦で、 メジャーデビュー。この年メジャーでは16試合に登板して、防御率3.72、15奪三振を記録した。最速102.2マイルパーアワーの速球が投球の6割以上を占める号案。変化球はカーブのみ。ありがとうございます。